新しいスライドの追加方法について説明します。新しいスライドを追加するには、ホームタブから新しいスライドを選択します。スライドが追加されました。2枚目以降のスライドには、テキストとタイトルのスライドが追加されます。 別のレイアウトのスライドを追加する場合は、目的のレイアウトを選択します。別のスライドが挿入されました。